皆さんこっちはリオナリト。ハラビンだ。はい、というわけで、はい、マックス村井チャンネルで3人でねロッキー企画がスタートしまして、今原宿に来ております。原宿でございます。前回はねアップバンク事務所で動画撮りましたけど、はいはい、今回初のもう外ロケということでね、やったぜ。これがやりたかったんですよ。楽しみだ、うん、でやっぱりまずはまあ原宿、うん、村井さんは今馴染みが深い場所ですから ね原宿でやろうっていうことなんですけど、はい、おや、ここにマックス村井がいないじゃないかと。おい、気づきましたか。ふざけんな、気づいたよ。あれなんでですかね。引きこもりだ。やだよっつって違います。我々、うん、村井さんより10分早く集合しております。おなんかやり慣れたなんかからくりですね。どういうことか分かりますね、はい、どういうことですか。ドッキリですよ。2年分のありがとうございます。動画でドッキリをやらないって言ったじゃないですか。まああれは本当なんですよ、はい、あの本当にやらないつもりだったんですけど、うん、やっぱあの前回あの報告動画のコメント欄を見まして、うん、見ました。そしたらですね、うん、たくさんの声がありまして、うん、であのロケも楽しみにしてると、でもやっぱりドッキリもやっぱ見たかったなっていう声もあったんですよ、うん、ね、あったでしょ。めちゃくちゃあったよ、ね、うん、でどうしたもんかと、うん、ただね、ただまあ、あの動画でも言った通り、うん、僕らはそのドッキリを準備する時間とかあんまないですよ。そうですね。そうなんですよ。それは申し訳ないから、うん、あの天井から唐揚げ吊るすとかできないんですよ。そうですね。できないです。できないんですよ。それもドッキリなのかって言われたらちょっと 今見返したらおかしいですよね。でも僕は思いつきました。何ですか。準備なんかなしでできる、はい、うん、優しいドッキリを思いつきました。おー、というと何でしょう。いいですか、うん、マックス村井の要望に全て肯定していくドッキリ。ドッキリなのそれ。優しいけど。優しいし、優しい、優しい、ね、全肯定ドッキリ。全肯定していくのか。はい、なるほどね。まあ、なんでこのドッキリやるかっていうと、はい、あの僕らあの元ね、うん、部下じゃないですか。元部下です。でその時ってさ、はい、まあ、僕マックス村井チャンネルのまあ運営とかさ企画とかそういうのいろいろ考えてましたよ。その時にまあ村井さんも企画を出したりするんですけど、結構いやその企画はちょっと今受けないですよって言って却下したりとか、はい、まあ、会社内で村井さんのね意見が通らないってことが多々あったんですよ。そう、まあ、動画の企画に関してはね。そうね、ありましたね。まあでもこれは会社として数字を求めた結果だからしょうがないんですけど。そうですね、これしょうがないんです、はい、しょうがないんですよ、はい、でもかわいそうじゃん。かわいそう、かわいそうじゃん。かわいそうだったよね。かわいそうでしょ。かわいそうだった、うん、だから今日のロケは、うん、村井さんがねこれやりたいとかあそこ行きたいって言ったことを全部肯定してあげようよ。全部肯定してあげよう。全部、あ、いいっすねって。それ最高っすね。いや、まあ、バレるバレるって今の一発目でバレる。だからあのさ、はい、昔さマックス村井はさ周りをイエスマンで固めてるみたいなさ、なんか言われてたじゃん、アンチとかにもさ、うん、もうその状況にしてあげよう。なるほどね。周りイエスマンドッキリね。いいね、気持ちよくなるからね。気持ちいいでしょ。気持ちいいよ。優しいドッキリでしょ。そう、最高だよね。これで村井さんがどういうリアクションを取るのか、なるほど、疑うのか、気持ちよくなっちゃうのか、なるほどね、突き抜けたもう気持ちよくなっちゃうマックス村井を見ようじゃないか。多分気持ちよくなっちゃうんだろうな。どう、いいでしょ、これ。いいでしょ。めちゃくちゃいい。優しい。やろうぜ。やっぱ優しいドッキリだからさ、俺らって。そうだね。うん、傷つけるドッキリはやんないよ。優しいのだから。若干傷つきそうだけどね。だから本当に俺らが、うん、え、それやんのとか、うん、って思ったことも全肯定してるから。試されんな俺らだ。じゃあ俺ら、俺らも試されてるんだ。俺ら試される。 OKOKOK、うん、よし、行こう。いや楽しみですね。楽しみでしかない。みんな待ち望んでるから。まあでも本当にこんな感じで、うん、まあドッキリやれたらやるって感じですね。そうね、うん、今後はね、そうだよね、うん、本当にロケがメインだから。そう、ロケがメイン。昨日だってご報告の動画が上がって、ああもうなんか10分後ぐらいリオナイさんが泣いてドッキリやりましょうね。早いこいつと思いましたもん。いや、やっぱみんなのコメントがね、
ありがたかったから、ね、そうそうありがたかったから、ね、だからね、うん、俺は、うん、そのドッキリ楽しみにしてる人も、うん、ロケ楽しみにしてる人も楽しめる企画ないかなって思って、うん、3分で思いつきました3分で思いついて優しいだけ LINE してたのね最高だよ。いや、よし来たって俺思ってた。やったぜ。やろうやろう。やろうやろう。みんな待ってるから。うん、村井さんとは、うん、あの、油林庵で待ち合わせてるので、うん、そこに向かいます、はい。で、まあ僕らは駅で偶然ね、居合わせたって言えば大丈夫でしょ。うん、大丈夫。はい。絶対ね、村井さんも、あんだけ俺動画界で、ドッキリもうしないって言ってるから、言ってるね、絶対ね、バレないと思う。そう、もうロケだなって思って。絶対疑ってない。疑ってないね。ああ行こう。皆さんこんにちは。マックスフルト、リアザルト、ハルビト。私だ。こんな始まりだった。なんかもっとキレがあったような気がする。ね、初めてぬるっと始まりました。さっき大阪から帰ってきました。あ、わかりました。あ、出張でした。はい。品川に着が11時49分。さっき。すげえさっきじゃないですか。みんなにお土産があります。え、何？原宿の記念すべき1回目ですが、リクラおじさんのチーズケーキです。なんで大阪の名物なんだよ。いいっすね。美味しいね、これね。これにはスペシャルがあります。なんで11時49分に品川に着いたのか。はい。それ9時半の新幹線に乗ったからですね。はい、はい。そうですね。ね。なるほど、なるほど。なんで9時半なのか。うん。なんでですか。なんだ。9時にリクロが開くからです。リクロスケジュールで動いてるんですか。はい。なんと、新大阪駅の、うん、構内にもリクロはあるんですけど、はい、そこじゃ買えない商品でございまして、新大阪駅の改札を出たところにもリクロあるんですよ。そこのリクロがオープンが9時で、なんと前日に下見してます。いやいや楽しみにしすぎでしょ。リクロ中心の生活。前日に下見してOK って確認取った上で9時新大阪着リクロ行く乗って帰ってきました。帰ってきて、もうそれぐらいのリクロです。これはそんぐらいも我々に食べさせたかったか。そうです、皆様に食べさせたかった。優しい。やっぱ動画撮るから、そう、動画の引きになるかなって思ったんですよね。そういうことです。これちょっと食べるところ、うん、あのうちの店舗はちょっといちご大福の店なんで、特別に倉庫紹介します。え、俺たちの倉庫、ユリアの倉庫があるんで。ユリアの倉庫、いや、そこで食べるのあれやろ。そこで食うか、まあ、そこでリクロウジさんのケーキ食うのはね。いや、まあ、まあ、でも村井さんオーナーですからね。まあ、オーナーです。あれじゃ、竹爪コーヒーとかもあるわけでしょ。あります。あ、じゃあコーヒーも合うんじゃないですか。あ、コーヒーも。いや、でも村井さん、村井さん決めていいっすよ。村井さん決めていいっすよ。村井さん、倉庫、村井さん、じゃあ倉庫。倉庫はどこにあるんだ。まあ、ただ実際にあの、こっから先は現地でドンで続きいきましょう。あ、映しちゃいけないですか。ちょっと入り口の動線あんまり映したくないんで。あ、はい、じゃあ映しましょうか。バカ野郎。かっこいいんだよな。え、倉庫です。ここっすか。ごめんなさい、全然みんなで座って食べるって感じじゃなかったっす。いやいや、まあまあ、全然食える感じじゃない。それもまたオツですよ。あ、ここで食いましょう。ここのブロックしかない。ここのブロックいや、なんかカメラと村井さん。いや、でも確かにね、逆にオツですね。確かに縁側です。うん、あ、縁側だ、確かに縁側です。めっちゃいいっすね、村井さん、うん、はい、ここで食いましょう。今こういう体験できないからね。そうだよね、こういうところ座ってね。そうだった、そうだった。狭いところですいません。いやいや、いいっすよ、逆に密ってレベルじゃないです。俺らにはちょうどいいっす。本当に狭いな、やべえな、これ。いいっすよ、いいっすよ。見せましょう、私があれだけどうやったリクロを、うん、お、最高じゃん。じゃじゃん。お、あ、リクロだね。おいしそう。こっからだよ。え、リクロってチーズケーキでスタンプが押せることは知っているかい。はい。焼き印が押せるのは知っているかい。はいはい、焼き印がマシマシできるって知ってるかい。焼き印がマシマシ。え、え、知ってる。知らない、知らない、知らない。行くよ、行くよ、行くよ、うん、じゃあマシマシリクロスタンプマシマシ。めっちゃ可愛くない。お、めっちゃ可愛くない。お、めっちゃ可愛くない。お、じゃーん。もしこのためにわざわざ朝オープン待ったね。いや、めっちゃ可愛いっすね。さすが。さすが。さすが。普通に可愛い。いや、めっちゃ可愛いっすね。え、デフォは？デフォは？え、デフォ真ん中に1個だけ。1個だけなのか、こんなに？いや、そう。こんなに。たくさん押してくださいっていう。これを俺らに食べさせてあげたいから。そうそうそう。いっぱい押してくれって言って。そうそうそう。なんかトッピングが乗ってるとかじゃなくて。うん。
たくさん押されてるっていう陸郎が。で、どこ食べても陸郎食べれるってことですよね。そう。5人で分けても5陸郎いるから、これ。それ5陸郎って言うんだな。あ、ちなみにこれ、本当にランダムで、3つの場合もあれば、本当にバラバラなんですよ。すごい。じゃーんと。おいいね。たくさんの陸郎がいる、ここに。はい。はい。このために。そうです。私はこのために、そうです。下見しました。確認したんですか、もう。あの、本当にここでできるかなと思って、ね、はい、ちゃんと下見しました。聞いたんですか、できますか、はい。はい、ただ、前日はですね、私6時ぐらい、5時、6時ぐらいに行きまして、はいはい、めっちゃ混んでたんですよ。はいはい、めちゃくちゃ混んでて、はい、もう整理券配られた人が周辺に座り、はいはいはい、焼き上がりを待ち、はいはい、次に買う人たちが行列をなしてるっていうすごいカオスな状況で、はいはい、私、買わないのに行列に並びました。いや、最高ですよ。陸郎マシマシ。いや、最高っすよね。ちょうどこのスタンプいっぱい見たいと思う。いや、俺も。だよね。うん。ちょうどこの陸郎の顔いっぱい見たかった。見たかった。食べよう。食べよう。食べましょう。最高で、最高。どうして食べよう、これ。あっちだったらコーヒーとかもあるんだけど。あっち行けばよかったのに。あっちだったらコーヒーとかもいろいろあるんだけど。あの、包丁とかもあるんだけど。包丁とかもあるんだけど。ここ何もないんですよね。手でこう。ユリア行く？あっち行く？ちぎる。あっち行く？いや、手ちげんな。ちょっと衛生的に。あっち行きましょうか。じゃあしょうがない、戻るか。戻ろう。よし、戻ろう。ちょっと戻ろう。戻るんかい。戻るんかい。戻るのか戻らないのか。いや、戻る。どっちなんだい。あ、でもあ、じゃあいいっすよ、村さん決めて。村さんの筋肉ルーレットで決めてくださいよ。いや、もし筋肉ルーレットいや、筋肉ないっすよ。筋肉がないっすよ。おっぱいルーレットいや、ないないない。いや、待って、筋肉ないから。筋肉ない。すいません。この中で一番筋肉ルーレットあんたや。この中で一番筋肉ルーレットあんたや。なんでそんな筋肉、なんで言いたい。あなたが筋肉ルーレットで決めてください。村井さん始めたことが申し訳なかった。そうで。村井さんが。いや、村井さんがそう。決めてください。いや、じゃあ、いや、あなたが筋肉ルーレットで決めてください。私筋肉ない。いやいや、ちょっとやってみて。脂肪しかない。いや、無理だから。動かないから。動くか。動くか。手動で。手動で。最悪な光景だぞ。40のおっさんが自分の父を揉むっていう最悪な光景だぞ。いや、いけるかもしれない。やらないと。よし、筋肉ルーレットだ。こっちが筋肉で、違う、こっちが筋肉で、こっちが戻らない。いや。戻る、もう筋肉じゃない。戻るで戻らないね。筋肉ルーレットスタート。ティッ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 戻りましょう。戻りましょう。え、ちょっとむずくないですか。ちょっとむずい、ちょっと難しいですね。意外とむずいですね。ちょっとトンチンカンすぎて、ちょっと俺ら固定しようと思ってるんですけど、なかなかむずいですね。じゃあつい否定してしまう。そうそう。気をつけよう。一個しか本当は押してくれないリクロを取ってください。インスタにあげましょう。やめるよ。はい。あのここのお店の商品じゃないんですけどね。あの大阪帰りのちょっとお土産大阪行ってきたんですよ。お疲れ様。そうなんですよ、さっき帰ってきたんですよ。すごい、それは大変。本当にさっきです。私はリクロおじさんなんて、ユーリンやでリクロおじさんの宣伝をリクロおじさんのバイヤーみたいな。はい、なんかね、店員さんみたいな。店員さんみたいな。リクロおじさんの人ですから、あの人。あの人は違います。おじさんではあるけど、あ、そうなんですか。宣伝する人もいっぱいあるから。全力でリクロおじさんの宣伝してる。写真いっぱいいろんな人に撮らせてる。撮った方がいいですよ、撮った方がいいですよ。やっぱ自社のね、自社の可愛らしい大福撮らせた方がいい。今日スタッフが2人なんですよ、うん、5等分ぐらいにしてもらおうか。ああ、スタッフ2人と俺ら3人で、うん、でも村井さんが、いやでもそうですね、村井さん決めていいっす。じゃあ6等分にする。あ、しよう。誰かにあげる？あげよう。適当な人に。うん。適当な人。5等分にしてください。5等分かい。結局、6等分って言ってたじゃん。なんで5等分なんだよ。6等分。ここに。皆さんいただきます。あ、どうぞ。いちごミルク。竹炭コーヒー。かわいい。うまいんだよ。あー、コーヒー。いちごミルクうま。うま。だっておすすめですもんね。めちゃくちゃうまい、これ。イエー。
チーズケーキなんですけど、スタッフが失敗しましたって5等分見てください。1、2、3、これめっちゃちっちゃい4、5です。おお、失敗はすごい。これは5兄弟だったら喧嘩が絶対起こる。いただきます。うん、ミクロの味。いやマイナスプロモーションすぎるだろ。だから自分で食べて確かめてみろってことですよね、うん、ミクロの味ってのは何なんだ。そういうことか。そういうことで深いな。多くを語らない、これ新しい食レポ。なるほど、ミクロの味、ミクロの味って、うん、さすがだよな。ミクロを食べた人こそ知る。そう、そう、ね、食べたことある人はみんな画面の前でそうそうそうって言ってるから。うん、なるほどな、うん、深いな。深い。もう一番でっかいやついっちゃえよ。村さんに決めてもらう。あ、村さんに決めてもらう。じゃあでっかい。早いな。早かったな。良かったじゃないですか。ありがとうございます。いや嬉しいっす。これ4分の1ありますよね。これ絵本の持ち方でしょ、これ。絵本に出てくる熊とかがパン持つ時のやり持ち方でしょ、これ。あ、うまい、うまいですね。漫画の色だけど、漫画なかなかその食い方見たことないな。そんな食い方する。下から煽ってるけど、なんか怪獣映画なんだけど。心情がいい。もう休憩なしで食べて、休憩なしで駆け抜けて。駆け抜けろレーズンな、たまに入ってくるレーズンがな、うん、レーズンが気持ちを変えてくるんだ。うまなんか2倍速みたいになってるけど、食べ方すごい勢いで食ったの。なんでイチゴ大福屋でリクロー食ってんだよ。リオネルさんってなんか目つぶりながら食べる人でしたっけ。ずっと目つぶりながら食べてますね。美味しいですね。じゃあ今のお土産があるんですよ。えまだあるんですか。すごいもてなしてくれるじゃないですか。いや、せっかくでも大阪行くの久しぶりだったから。あ、まさか。なかなかロケ始まんねえな。いや、もう始まってんのか、これ。待って、これはロケってか、もう雨だからさ、今日外行く。俺が俺らのロケだな。雨の中行く。雨の中行きましょう。本当？行きたいとこあるよ、行きたいとこある。行きたいとこある。行きたいとこあるんですか。あるあるある。その前にお土産。まずお土産。うん、お土産。あ、でも行きたいとこあるんですね、マラさん。あるある。おお。いいっすね。俺の島。俺の島だぜ。縄張り。頼もしい。頼もしい。もう一回言ってください。俺の島。縄張り。縄張り。何片言になるの。森のゴーレムみたいな。はい、ミックスジューチューのキャラメル。うわ。うわ、ありがたい。嬉しいな。以上だ。これだから、わざわざ俺らにこうね、買っていってあげようって思うことがやっぱ嬉しいじゃないですか。確かにね。お土産ってそういうもんだから。駅のキオスクでおにぎり買った時に一緒に買った。お土産って相手のことを思って買うもんね。うん、そう。俺らがこれが好きだろうなと思って買ってくれたんですよね。大好きでしょ。はい。いや、大好き。それがなんとキャラメルになって。最高。食べるか。一粒食べる。一粒食べる。あ、本当。せっかくですからね。開けていいですか。いいですよ。おお。これミックチュジューチュのキャラメル。これ食べたことあるんですか。ないです。ないんだ。いただきます。どうぞ。あ、うまい。何なんその顔。うまい。なんか柑橘系の。あ、本当。よかった。食べるから、ね、うまい。私大丈夫です。なんで？なんで？ん？今コーヒー楽しんでるから。私の身には今キャラメルはちょっと別。俺がキャラメルの気分じゃなかったとしたらどうだ？ん？それはそれでもやっぱ食べる。まるで村井さんがハラミさんにドッキリを仕掛けたかのようなリアクションでしたね。確かに。それ食って大丈夫なのみたいな。本当だよ。やばいですね。もう精神がもうぐちゃぐちゃですね。ジューチュー不安定ですね。さすが。ジューチュー。